日本にお肉持ってこないでくださいね。関西空港の動物検疫所のスタッフが旅行客らに肉製品を持ち込まないよう呼びかけます。アフリカ豚熱は人に感染することはありませんが、豚やイノシシが感染すれば致死率が極めて高い病気だとされています。まだ日本では確認されていませんが、中国、韓国など70カ国以上で感染が拡大していて、検疫所は危機感を強めています。外国から悪性の伝染病が持ち込まれますと、日本の家畜に感染が広がって、殺処分をするということが生じます。このため水際で侵入防止を図っています。動物検疫所はアフリカ豚熱の侵入を水際で食い止めたいとしています。